名簿を作成する。名字と名前を教えてくれ。誕生日と血液型もついでだ。 部屋もか? じゃあそれもついでだ! 先生知ってるけどな。 もう一回名字の読み方を教えてくれ。 次! 名前の読み方だ。もちろん先生は知ってるぞ。<笑>これで間違いないか?よし!それじゃ、ホームルームを始めるぞ!